サビエル・アレクサンダー・バティスタは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デ・マコリス州出身のプロ野球選手。2021年現在は、メキシカンリーグのレオンブラボーズ所属。2009年にシカゴ・カブスと契約してから、マイナーリーグでプレー。しかし、最高で A-9 までしか昇格できず、ルーキー級に降格した2013年のシーズン、途中で退団した。カブスからの退団を機に、 故郷のドミニカ共和国へ戻ると、2015年に広島東洋カープへ入所までは、どのチームにも所属せず、およそ1年半にわたって、自主トレーニングへ専念していた。2015年秋から2016年の春季キャンプまでは、広島の練習生として、アレハンドロ・メヒアと共に日本へ派遣。派遣期間中には、2015年秋季キャンプの紅白戦で、さよならだ。 2016年の春季キャンプではメヒアと揃って本類打を放った。2016年3月9日に広島との間で育成選手としての契約を正式に結んだ。契約当初の背番号は145で、後にメヒアも育成選手として入団している。2016年のレギュラーシーズン中は二軍監督の水本克美の下で、 日本人選手と同じ内容の練習を積みながらメヒアと共に実践経験を積極的に与えられた。ウエスタンリーグ公式戦では68試合の出場で打率、243、6本塁打、19打点という成績を残している。2017年にはウエスタンリーグの開幕戦から5月下旬までに39試合の出場で打率、 363、14本塁打、38打点をマーク。6月2日には、広島と6年間の支配下選手契約を結び、背番号を95に変更した。翌6月3日に、ラミロペーニャに代わって、出場選手登録を果たすと、同日の対チバロッテマリーンズ戦6回裏に、代打で一軍初打席本塁打を記録。ヒーローインタビューでは、 ヘンディクレート通訳の片言の日本語と共に一躍ファンの心をつかんだ。翌6月4日の同カードでも6回裏に代打で本塁打を放った。NPB の一軍公式戦初打席から通算でに打席続けて本塁打を放った選手は山村義則、村上晋一に次いで史上3人目だが外国人選手及び育成契約を経た選手では初めて。 二打席が、いずれも、代打という事例は、村上以来二人目であった。次のカードであった、北海道日本ハムファイターズとの3連戦では、左翼手として、スタメンに起用。6月6日の第1戦では、無安打に終わったが、6月7日の第2戦では、来日後初めての1試合に本塁打を記録した。 8月5日、8月6日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でもスタメンで2試合連続本塁打を放ったものの、以降の試合での代打起用で三振が続いたことから、メヒアと入れ替わる格好で8月18日に登録を抹消。9月8日に再び登録されると、1軍の公式戦でも9月14日の対横浜 DNA ベイスターズ戦でシーズン15本塁打を記録した。 さらに、5番、右翼手として、スターメンに起用された9月18日の対、阪神タイガース戦では、同点で迎えた8回表に、決勝打を放って、チームのセントラルリーグに連覇決定に貢献。ウエスタンリーグでは公式戦で21本塁打を放ち、本塁打王のタイトルを、8日は直しようと分け合った。2018年より、ポジション登録が内野手から外野手に変更された。 前年を上回る99試合に出場し、規定打席未到達ながら、マルカコ鈴木聖也に次ぐ、チーム3位の25本塁打を放った。シーズンでの本塁打率は302打席で10.92を記録し、これは、ネフタリに次いで、リーグ2位だった。2019年は、自身初の開幕1軍入りを果たす。平成最後の日である4月30日の、 阪神タイガー,アース戦で8回表に島本荒野から3ランホームランを放ち、これは NPB の平成時代最後のホームランとなった。2019年8月17日、ドーピング検査において陽性通知を受け、一軍選手登録を抹消、9月3日、NPB アンチドーピング委員会より6ヶ月間の出場資格停止処分が課せられた。 NPB 出場停止処分中の2019年の当期には2017年オフに参加していたドミニカ当期リーグのレオネスデル・エスコヒード及びエストレージャス・オリエンタレスにてプレーしていた。2020年3月2日、球団は上期理由により6年契約の途中ながら契約解除を発表し、同日付で自由契約公示された。2021年5月6日、 メキシカンリーグのモンテレー・サルタンズに入団すると発表された。6月5日にトレードでレオンブラボーズに移籍。脱席に立つバティスタ長打力が売りであり、スイングスピードはウラディミール・バレンティンやトニ・ブランコ、山田テストに匹敵する。バティスタ本人はバレンティンのような選手になることを目標としている。2018年シーズンは外野手と一塁手の両方を務めていた。 同シーズン終盤のインタビューでは、練習の成果で守備が上達したことを話している。同時に打撃に関しても、甘いボールを芯で捉えることを意識しており、ホームランは狙っていないと語っていた。さらに、もし1年間先発オーダーに入っていたら、多分35本から40本は、打てると思うと豪語していた。野球以外に関してはバスケットボールを幼少期に経験していた。 ただ、NBA にプロ入りする自信はなく、野球の方が給料が高いため、結果としては野球を選んだ。また、バスケットボールを断念した理由としては、バスケットは怪我しやすいしねと話している。NPB 参入後も怪我をしたらいけないので、バスケットボールはテレビゲームで我慢している。NPB 初記録記録、ありがとうございます。